ワイヤレスストリーミング伝送システム。ストリーミング伝送システム。大変ですね、これ。コーディック。素晴らしい、欲しいですね、僕も。ありがとうございます、ありがとうございます。欲しい、残念ながらもらえませんでした。撮影優先は辛いです。資料をもらえないというのはね、その代わりビデオが撮る。クオリキューブ製品のケーブルテレビ誕生。水を取り巻くなんとかこういう、ね、管理があります。昔はあれやったんですけど、三菱エレクトロニックです。ありがとうございます。三菱エレクトロニックです。無線 LAN コントローラーありました。無線 LAN コントローラー、まあ、社製ではないんですけど、はい、その他のコントローラーのところが、はあ、作っておりますが、アクセスポイントが、モトローラってまだあったんですか。モトローラソリューションというものが今買収されて、はい、ゼブラテクノロジーズという会社には買収されてまして、はい、前としてはゼブラという名前、今、はい、こういうロゴのですね、そういう会社にもなっています。まあ、日本だとボールペンとかそういうイメージが強いんですけど、はい、そのメーカーとは別のものでして、はい、海外で物流とか業務用のプリンターとか、はい、そういうのをよくやってる会社で、はい、今こういうふうなラインナップやらせてもらってます。これあれじゃないですか、 HP とかのなんかこれもサーバーみたいな、コントローラー製のコントローラーになってまして、はい、アクセスポイント の設定ですとか、ファームウェアとか、はい、その辺の管理をしている装置です。これは何ですか、ハードディスクね。これはそうですね、ハードディスクで、ここにこうなんか貯めるんですか。ですね、おそらく確かここには確かに、ごめんなさい、ちょっと、明確には分からないんですけれども、はい、ストレージは確かについておりますので、はい、そのログですとかその辺を貯められる、はあ、モトローラーがまだあったとは知りませんでした。ありがとうございました、はい、三菱エレクトロニクス参考、三菱エレクトロニクス Wi-Fi 専用って、三菱エレクトロニクス、ね、LED なんですかこれは。 LED ライトです。あ、はい、なんかアンケートで、アンケートちょっと、もう大変です。欲しかったですね、アンケート。ということでタイムシフト行ってみましょうか。配信ミルスプラスって言われて、住友桃色クローバー、ジョイサウンドあります。配信サービス、コンテンツプラットフォームありますね。あ、そう、すいません、ケーブルゲート、住友エレクトロニクス、袋が欲しいですね。袋が欲しいです。クラウドサービス、今日はクラウドサービス、今日は来ちゃいます。ハンスチェーブ、フェイスーソー、新サービス、MVNO、セールスサービス、ソリューション、クラウドサービス、IPD、クラウドサービス、マーベルありがとうございます。ありがとうございます。その袋が高級になっているというベイマックス東北新聞があります。いろいろありますね。こちら行ってみましょうか。サービスパイオニアさん、ありがとうございます。パイオニア、もっと、いいかな、ハイブリッド 8K
県なんとか。いいテレビですね。テレビがいいですね。東洋坊エンジニアリング。エンジニアリングがあります。なんか、なんでしょう、これは。すごい小さいですね。あ、ありがとうございます。東洋坊、ありがとうございます。エンジニアリングあります。東洋坊、ありがとうございます。ありがとうございます。コスミックエンジニアリング光伝送推理チャンネル、ありがとうございます。伝送システム、75万円。75万円。あと、光ファイバー伝送カメラ。ラプトも高いですね。ありがとうございます。伝送ユニット。データ放送マジケーブルテレビ富山、こんなのとか放送なんとかあとはね、あとフジミックさん、ありがとうございます。クラウドサービス緊急情報、フジミックさん災害情報配信テストデータ、フジミックさんでございました。 DX アンテナさん、最後情報伝送システム企業ありますね。サーバーメディアコンセプト DX アンテナ、疲れてきましたね僕。撮影に疲れてきました。キーブピコドラム、いやピコケーブル、ピコドラム、光ケーブル、いろいろ一番トライ取ってきてます。 TV インスタなくこういうのが OK、 ソリューション、トミちゃん、掃除ソリューション、ランケソニーいいですね。ランケ共振コミュニケーション、ストレージあります。あります。あとソリューション展示会あります。あと日本アンテナさんで。日本アンテナさん、タヌイなんかあれですね。今日は撮影予定の人、ブレインズシステムさん、ありがとうございます。ブレインズシステムさん、もっとはデータシステム、今日の天気、ありがとうございます。こちらはどのような、こちらどのような装置、データ放送の画面を作りまして、それを放出する機械になります。はい、まあ、データ放送を作るのって、いろいろプログラムとかいろいろ複雑なことあるんですけど、はい、そういうのを全部この作成ソフトっていうのを使って、はい、Excel ですとか、PowerPoint を作るような形で、はあ、データ放送ってどこで見れるんですか？テレビのこの D ボタンで、はい、普通は、映像を見てたりするじゃないですか、はい、でその時に D ボタンを押すと、はい、こんな風に画面がちょっとちっちゃくなって、はい、周りにいろんな文字ですとか、はい、絵ですとか、そういうものが出るっていうのが、はい、まあ、どんなテレビにも大体知ってます、知ってます。で、NHK さんとか、そういうことがもうやってると思う。特殊なとこだけじゃないですか？NHK さんです。放送局。放送局向けに、そうですね、であのケーブルテレビさんですとか、はい、あと自治体の市とか村がやられているような、はい、早朝にその自主放送